日本入国時に必要な書類を動画の後半にまとめてみました。もしよければぜひ参考にしてください。四号整个车厢里面不到十个人，大家都自己开哦。哇，是不是大家都去看看？ここからは日本入国時に必要な書類についてお話しします。現在日本入国の際に提出するものは以下の4つです。 PCR 検査の陰性証明書、誓約書、質問票、健康カードです。事前準備が必要なものは上の2つで、下の2つは機内で書類が配られます。また陰性証明書について注意点があります。1つ目は検査時間が出国前72時間以内のもののみ有効。そして2つ目が日本の厚生労働省が指定するフォームを使用することです。必要な書類はすべて厚生労働省の公式ホームページからダウンロードすることができます。そして帰国後2週間はアプリを通して位置情報と健康状態を報告しなくてはいけません。空港でこれら3つのアプリをダウンロードします。日本への入国で必要なことは以上になります。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。